今日の朝飯は梅干しとおかかがゆになります。今朝はね、おかかと梅干しを入れたおかゆにしました。ちょこっと醤油を入れて梅干しをのせていただきます。美味しいですね。今朝は少し温かかったので熱々のおかゆで体の奥から温まりますね。そして梅干しをひとかじりすればその酸っぱさでご飯が進みまくりですね。昼食は月見肉うどんになります。お昼は牛バラ肉と半熟卵を乗せた肉うどんです。少し黄身を崩して一味をかけていただきます。いやー、一袋30円くらいのうどんなんですけど十分美味しいですね。牛バラの旨味と卵の丸みがベストマッチです。夕食はカツ煮丼とサラダになります。まずはサラダからいただきます。そして夕飯はスーパーで買ったチキンカツを玉ねぎと炒めて卵でとじたデラックスカツ煮です。スーパーの惣菜もちょっと手遅れだけで激うまになりますね。カリカリの衣も美味しいですけど、おつゆの染みた柔らかいカツも美味しいですね。ご視聴ありがとうございます。